はい、どうも、ね、東京タワーに来ました、はい、いやお疲れ様です。ちょっと突然で、ね、配信しましたけど、東京タワーに来たんで配信しました。こんばんは、こんばんは、こんばんは。あ、だから東京タワーに来たんで配信してます。こんばんは、こんばんはこんばんは。え、港区の物件探しじゃない、東京タワーに来たから配信してます。こんばんは。兵庫にも来てよ。いや、兵庫、東京タワーですから、兵庫ですから。こんばんは。いやいや、こんばんは、お疲れ様です。こんばんは、こんばんは。メイクしてます。髪切ってないよ。髪切ったか。こんばんは、こんばんは。お元気ですか。はい、元気です。こんばんは、お疲れ様です。いきなりどうした。東京タワーに来たんで、これからバンスタです。東京タワーに来たんで配信しました。風強いね。寒い。東京タワー似合うね。まだ映ってねえだろ。まだ映ってねえだろ、東京タワー東京タワー一人じゃない。こんばんは。あ、ちょっと目がうるうる。いや、寒い。俺ね、ちょっとバンス配信はちょっと分かんない。また後でね。あ、夜景綺麗だから見せるから、ちょっと待って。流れを説明すると、今ね、我々ちょっと新生かまちゃんお仕事を一回終わりまして、僕もだからメイクしてます。今めっちゃメイクしてます。いいな。ここ何階？0階。こんばんは。今入り口いる。こん中入んないけど。うん。千葉からです。また登ってないか。登らないよ。登れねえよ。で、こん中店あるんだね。てか、撮影したの。ビデオカメラ。そう、こんばんは。はい。こんばんは。登るの？登らねえ。登れねえよ。登ろう。登れるわ。ちょ、見せます。まず一回、これちょっと一回突発的に配信したから。うん。ちょっとね、マネージャーには10分で終わらすって言ってるから。こんばんは。撮影中じゃねえ今。これが東京タワー。これみんなすごくない？俺さ、見せてくる。見せ、今俺 PV 撮影ちげえや。東京タワー来ただけだよ。うん、本物な、本物だよ。だから違う、登らねえ。あのね、僕ね、違う、今仕事終わりで時間があるから東京タワー行こうって、なんかわんぱくなね発想になったわけですよ。グッズ買ってね、今来たばっか、今来たばっか。何やってんの？何東京タワーにいるんで今。うん、何してるの？東京タワーに一人じゃねえよ。なんで一人で来るんだ俺。千葉県から東京タワー来るわけねえだろ、一人で。新居じゃない。あの、仕事終わりで今ね、何してるのって。なんで東京タワー来たから配信してんだよ今。東京タワー来たからみんなに感動をね、うん、飛び降り札じゃありません。スカイツリーも行きません。違う、みんなに感動を分かっちゃおうと思って。こんなんね、めったにないから。あ、東京タワー、うわ、怖い人来た。お茶がです。びっくりした。怖い人、絡まれるのかと思って今。東京タワー、俺らあれだからさ、静止夜会さん、あのね、僕らあれ、10年ぶりですよ、東京タワー来たの。かもね。うん、なんか昔、ね、ライブ終わりにね、10年前かなんか、来て撮影もしたことあるんで。こんばんは。いくつになったらの PV 撮影も したのこれ。それ以来で久々に来たんだけど。精神薬会さん、そうそう、それ以来。お疲れ様です。そうそうそう、東京の、そうだから、それ以来です。今2人です。はい、2人とマネージャーです。はい、見るだけ。登るわけねえだろ。どうやって登んだよもうこれ。見るだけでいいだろ。てかこれすごい、精神薬会さん。俺だから、違う、本当に来て今写真、中に入らない、入れねえよ、こんな撮影したまま、うん、こんな撮影したまま入れません。はい、これね、小5のキッズです。うるせえ。ね、ちょっとこれ、だからみんなこれすごい下から映しますね。東京タワーをね、登りたいくせに。いやいや、ちょ、時間ないんだよね。うん、サイトシーン、いや、サイトシーン。じゃ、美味しそう、綺麗だな。ね、綺麗だよ、こんな感じなんだよ、下、東京タワー。だからこれをみんなにね、あのね、ここでゲイラライブしたあとします。こんばんは。ここでみんなに感動を分かち合おうと思って今配信始めました。残さの東京タワー見せて。俺の東京タワー見せたらねえお前こんなもんでかす。下から来て外の階段登れましたっけ。いや俺けどさ、ここがなんか入り口なの。はい、お前らさ、俺の東京タワーとかスカイツリーとかさ、頭おかしいんじゃないの、こんなさ風景見てさいやこれ結構感動しない？俺久々に来たけどマジ感動するんだけどね。お茶爆発なんです、何気に。下こんな感じなんだよこれ。はい、物くんのが見たいこれ中には入らない。いや時間がないんだよね。お茶爆発なんです、中に入らない。こんまま入ったら多分怒られるんだろう。うん、警察連れてかれるよこれ。感動するよね。こんばんは。
なんかさっき駐車場で車で来て、そこ車止めて、今こっから歩いてきて、それだけかよって。マジかよこいつ。うん。お前ハワイとか行ってもそれこれだけかよって言うよ多分。そんな、うん、屋久島とかさ、ね、そういうとこ行ってこれだけかよって。今から何するん？ほら、やばいよ。うん、こいつら。登れよって。バカじゃねえの、お前どうやって登るんだよ、こっからよ。なあ、こっからどうやって登るんだよ。周り一周しよう。登るの。ちょっと待って、けどこれ本当にすごいです。スカイツリーも行こう。モノくん喋らねえですか。ちょっと待って。これすごくない？今全体像、これ下から、真下からなんだけど、東京タワーこんな感じ。うん。もう配信終わり。いや、後でバンスタッシュできたらやるよ。あ、今からバンスタ配信、これからバンドスタジオ入るんだけど、ちょっと練習します、これから。もしも配信できたら後でやります。配信できたらね、ちょっとわかんないけど。うん、何時まであんの？もう終わりにします。はい、 俺ら今来て、だからさ、ハードスケジュールなんだよ今日はね。ものすごいね、ハードスケジュールなんですよ僕ら。久々に仕事もあって、仕事終わりで東京タワーだからね、今たまたま来て。そうで、スタジオこれから入ります。ハードやった、東京タワーでバンストやるわけねえだろ。あ、やってみたい。やっていいよ。や何やるの？やってみたいって何やるの？やろうよ。いや違うよ、曲上でどうやってやるんだよ。あ、そうだね、確かに、うん、あの辺とかで空いてそうだけどね。え、あの辺とか、どの辺、あのちょうど空いてる、あの建物の中でベランダみたいなのがあるじゃん。ああ、あそこでやってる野外ライブとかでしょうね。どうぞ。この上でも一緒にやれる。お茶目会です。あ、いいね。いや、でしょうね。どうぞ。俺映してるから。屋根の上だったらいけるだろ。ね、これお茶目会です。うん。いやいや、モノくん独特な世界観、めちゃくちゃ綺麗。お茶目会です。いやでも俺けどね、あの昨日ずっとあれピアキャスのさ、あのさ過去配信ね、垂れ流し配信 YouTube ライブでやってる人いてさ、俺やっぱ昨日結構深夜3時か結構見たんで、今もやってるっしょ。うん、ずっと見たそれね。いやあれすごいよね。そうコメントもした。こんばんは、ちょこちょこやってます、お疲れ様です。何それ、 YouTube ライブでずっとやってる、長すぎじゃんね。ずっとやってるけど、あれすごいよ。うん、東京タワー配信嬉しいっしょ。いやこんなん見れませんよ、精神薬ありがとうございます。うん、こんなん見れませんよ。はい、フリーメイソンのマーク、あ、なんかね、そういう施設もあるっていうのね。なんかマジマジ、なんか、うん、三角形だもんね。お茶箱ありがとうございます。うん、なんでいるのって、生きてるからだよ。東京タワー嬉しい。なんか今時間がね、仕事終わりだ、空いたから、それでなんか今来てます、時間がね。だから10分間だけ配信するって今ね伝えて。周りはけどね、あんまりいない、あんまり人いないけど、まあちょいちょいちょっと撮影してる方もいますね。案外東京タワーこんな感じです。はい、何しに来たのって。何しに来た、いや何しに来たっておかしいでしょこいつら。あのさ、お前らあれロサンゼルスとかね、あれでしょ、お茶爆開山っす、沖縄とか屋久島とか日本のね特名産地行っても、何これって言って帰ってくるやつだろ。やばいよな、なんか冬を感じる。あ、そうですね、もう完全にクリスマス気分ですね、浮かれてますね。うん、それはちゃんとね、何この赤いのとか、やばちゃ赤いぞ。でも何この赤いのって何なの分かる、東京タワーです。東京タワー、みんなあの画面の中でしか見たことないと思うけど、今も画面の中だけど、これ下からとこんな感じです。来たら俺らもだから10年ぶりに今来てんだけど、下からと、そうこんなでかかったっけ。そう、うん、スカイツリーの時代だよ、知るかよなあ。そんな冷めたこと言うなよ、お前こっちでさ東京タワー来てんだからよ、スカイツリーより東京タワーが好きね、そういうコメント打てよ。記念写真、あ、撮った、さっきモノ君にねちょっと撮ってもらいました、僕記念写真。
今それでちょっとね配信してます。東京タワーの方が魅力感じる。スカイツリー入場料はクソ高い。そうなんだ。でもこれなんか入り口があるの俺初めて知った。お茶場ガイザンス。なんか中ね、さっき入ったんだけどフードコートあったからね。そうだね。うん、なんかあのたぬきうどんとか売ってる。食べたい。寒い寒い。こんばんは。え、マネージャーにダメです。まだ時間がないからダメですって言われちゃってて、うん、東京タワーもまあまあ高いんだ。そうそう、だから一応こんなフードコートとかあるんだって。うん、展望台。だから僕もね、この中までね、あのね、あのもう終わりですか、終わんねえ。だからモノ君この屋根登ってなんか歌いくつになったら歌うってさっき言ったから、それで終わりにします。いろいろお店あるからこの中入っちゃったら多分ね警察ぶち込まれちゃうんで、のっぽく言うの。そう、魚見た。魚とかいんの、商業施設。うん、なんかこの中服屋さんとかいろいろあったよ。うん、今日風強い。夏は外でお酒飲めるよ。え、そうなの、ここ。あ、ここで。え、そんなんしていいの。うん、東京タワーといったらのっぽんって何。やっぱ綺麗。そう、綺麗ですよ。うん、浪人業館東京。夜の東京タワーきね。うん、ビアガーデンみたいなのあるんだ。喫煙所。へえ、ビアガーデン。ゴジラよりでかい。ゴジラより小さいんじゃないですかね、ゴジラ。うん、ちょっと僕そんな興味ないんでわかんないですけど。はい、のこさんとモノクみたいなキャラでのっぽんの、なんかそういった非常事態のキャラクターがいるのね。うん、のっぽんなんてわかんないよ。お茶爆発です。のっぽんなんていなかったよ、中入っても。のっぽんっていうなんかユニークなご当地キャラが記念コイン。うん、東京タワー超大型巨人よりでかい。牧の原公園しか勝たん。いやでもここもすべえべすべえべ寒い。すげえすげえべすげえべ。今ゆうのすけはいないね、スタジオ向かってます。あいつ、俺たちはちょっと取材とかね、芸能人の仕事をちょっと一仕事を終えた後です。モノくんの横誰。モノくんの横、あ、これはねマネージャーです。うちの花木くんです。今日はい、花木さんいます。お疲れ様。ちょっと後でのこさんの顔見た、うん、ちょっと後でまたスタジオ配信で、ね、ちょっともしもできたら、マネージャーイケメンです。あのこれから移動ですか。うん、これからちょっとだからもうね10分経ったんで、はい、もう終わりにします。お疲れ様です。ちょ、天野さん拾わないといけないんでこの後、うん、インスタの、あ、写真撮ったから後で載せるわ。こんばんは、うん、こう写真撮ったんで。なんかあのコリゴリしてないですか。コリゴリコリゴリいや俺もじゃあちょっと最後に俺じゃあ映してよ、うん、外とダメ。俺と東京タワー。えさっきの感じね。さっきの感じね。そう、お前映した方が面白い。いやそんなわけにいかんよ。車なんで金子のいかん。じゃあ横になってあ、横になってる。あ、これ横じゃ無理だよ。え、横画面だと無理。なんとかできない。なんとか。いや、これ厳しいな、これ。厳しいな。この状態で、やっぱカメラをやっぱ、のこさんからこう。そう。モノ君もうこの状態です。さっき俺もさ、あの写真撮ってもらったんで、ずっと、亀子のおっさんそう、亀子のおっさんがこれ。いや、ちょっと無理でした。うん。ちょっと後で写真僕に撮ったやつあるんで、はい、ちょっとそれ乗っけて乗っけます。はい、プロカメラ本当だよ。どうなったんですか、コミケのおじさん。うん、そっちのは警察来そう。あーしょや。いやでもね皆さん良かったですねこれね、我々のこの配信今ちょっとたまたま見れた人。いやこんな配信もだからさ、もう二度とできないかもしんないから、ちょっとこれはね本当にねレアです。これ東京とはちょっと車ちょっと一回向かいますけど、はい、あと元気もらった。うん、野茂さんすかに、うん、なかなかレア。モノ君こういうのね、いや嬉しいでしょこれ。いやこれは僕らもだからさっき来たばっか、10分前20分前来たばっかけど、こんな感じ。東京タワー二度とないの。二度とあるよ、わかんない。なんかその東京タワーさっきさ着いてさ、車着いてこのさっき車止めてこんな感じ、こんだけだよ。精神薬ありがとうございます。でなんだ、駐車場料金600円。駐車場料金600円。600円の価値ありますよ。うん、こんな感じ。もうそこにもう車止めて、もうここ歩いてちょっと中行っただけ。あとはこれです。まあ600円価値あります。今からスタジオにちょっと移動します。事務所とスタジオ、バンドスタジオ移動します。ちょっとバンス配信がちょっとね、だからガチ練しないといけないから、時間があればやります。はい、ありがとう。いや急いで、うん、
ちょっとバンスター氏が時間があればちょっとやります。またいきなりやるかもやる場合、ちょっとやんなかったらまたね、あの来月とかやるんで、はい、よろしくお願いします。ちょっと近々ね、美佐子さんの生誕祭ライブもあるんで、それもね、よろしくね。うわ寒い、はあ、寒い寒い、はあ、今日だから がっつりメイクしてるんで、はい、がっつりメイクしてるんで、今日かっこいいですのこさん、はい、手術あったんで、あのプロのメイクさんの人にね、久々にね、プロのメイクさんの人にメイクしてもらって、もうがっつりとつそうメイクばっちゃんめっちゃメイクばっちゃん、はい、ちょっとまたね、ちょっと配信できたらします。ちょっとあれだと、ちょっともう行く、向かわないとダメだわ、テレビ出ちゃう、いやちょっとテレビじゃないですけど、でもまあ一応ちょっとそれ楽しみにしてください。はい、いっぱい喋ってきたんで、動乱塗ってない、頑張る、うん、ちょっとじゃあ行って、あれまたね、またちょっと後で配信もしもできたらやります。できなかったら僕の東京タワーの写真でね、いいねしてください。バイバイ、ありがとうございます。ちょっとまたやりますよ配信。じゃあね、またね。